馬井寺は、福井県高浜町にある高野山真言宗の寺院。三号は、本高山。本尊は、馬頭、観音。北陸33箇所、観音霊場の第2番札所。若狭観音霊場の第30番札所。元最高寺と合詞、中世には、当時の末寺であったことが古文書から知られるが、創建の、事情、時期等については不明である。 本尊の馬頭観音像は平安時代末期12世紀に遡る作とみられ、遅くともその頃には時間が整っていたものとみられる。次元では水古天皇27年聖徳太子の改装といい遠方3年成立の若集館内社自由遺書記にも聖徳太子の創建を伝えるが伝承の息を出ない。演起によればある時太子は 摂生の五役目を帯びて五合場外の黒駒に召され、当地方五巡行の道すがら、馬を折海辺に歩を進めて、しばしご休息を取られた。ちょうどその時彼方、山上に五合場のいななくお聞かれた。それと国を同じくして、時ならぬ一大光明がそのあたりに輝くのを見たまい、このところこそ、我が日頃求めていた霊地なりとして、大使自ら、馬頭関税恩母殺像を、 お刻みになり、どう立て、ここにその像を安置し、古城場のいたところであることと、大光明のキーが現れたとある。ありがとうございます。